はじめまして、鳥羽街道駅周辺にお住まいの皆様、京都の青葉整骨院です。この動画を見ているあなた、またはご家族、友人が交通事故の被害に遭われたとき、お伝えしたい大事なことがあります。症状が軽度で我慢できる、または時間がないなどの理由で治療を受けない方、事故当日は興奮したり、パニックで症状が感じにくいことがあります。時間の経過とともに、頭痛、吐き気、めまい、手足のしびれ、首、肩のだるさなどの症状に発展していくこともあり、事故に遭われたら、すぐに交通事故治療が経験豊富な早期回復、早期復帰の専門整骨院、接骨院、整形外科などに行くことをお勧めします。